今のは青梅市の防災訓練の発砲でした、訓練ですね。ではちょっと続けてご紹介しますと、緑色のですね、大きな塊が見えると思います。その中央にですね、白い光った丸い、まあカッパの皿のようなものが見えるかと思います。それが所沢ドーム球場です。でその先がですね、一番高い建物が見えると思いますが、あれが、東京スカイツリーです、その右側、ちょっと南の方へ下ってきますと、新宿のビル群がいっぱい見えると思います、2つ同じ形の、塔がですね、あれが都庁でございます。でそれから右の方にずっと南の方に下っていきますと、品川、それから武蔵小杉、川崎、それから先ほどお見せしました、あの三重なんか、横浜の方になります。ということでですね、今日は結構見えますね、はい、消防訓練というか防災訓練が始まったようで、パトカーの音が聞こえ始めました。今日はですね、まあ久しぶりに湿度が低いんでしょうかね、湿度が低いのかと思います。よく遠方が見えます。まあ、ただしね、まあさすがに房総半島というのまでは行きませんので、